鈴木拓です。ナッパーということで、今回の企画はですね、じゃじゃん、カラオケジャンル対決。どんな企画なのかということは、僕らの編集者みるきに、それでは今回のジャンル対決のルールを発表していきたいと思います。手元にですね、ジャンルが8つ書いてあるルーレットがございまして、はい、それはそっか、曲のか、曲の、はい、曲のジャンルが書いてあるルーレットが、はい、あれが R&B とかバラードとか、そういう感じ。そうそうそう、そちらを回していただきます、お二人に。あ、ルーレットで、ルーレットで。なるほど。で、まあ、出たジャンルの曲を歌って、いいね、バトルしちゃおうよと。なるほど、はいはいはい、これおもろいな、これおもろいわ、おもろいと思いますよ、これは、はい、じゃあ早速ちょっとジャンルの発表してもらってもいいですか。はい、来たよ。まず一つ目、鈴木鈴木オリジナル曲。おい、オリジナルね。二つ目、アニメソング。おお、めっちゃ今噛もうとしたけど頑張ったみたいな。三つ目、バラード。バラード、おい、いいね、得意。四つ目、ロック。ロック。そして五つ目、R&B。 来た、得意。六個目、ダンスミュージック。ダンスミュージック、なるほどね。七個目、アイドル。おお、アイドルか、なるほど。そして最後、ソロアーティスト。お、なるほど、いいじゃないですか。で、これでルーレット回して歌っていくって感じね。はい、そうです。1人に2曲。 OK、 じゃあ1回戦目、2回戦目。そう、 OK。 では、先攻後攻は僕たちが考えさせていただきました読み歌いゲームで決めたいと思います。問題、はい、僕の交わしたジョークにあなたが笑う。嬉しすぎて幸せなふりをした。あとはもう少し。はい、せな。その嘘つきな目が優しく笑うから、僕はバカを演じるよ。せーの。じゃあ、どっちかな。じゃあ僕先行でいきます。お、先行いきますか、はい、じゃあ回していきますね。いきますよ、せーの、バシッ。さあ、なんだ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 。結構多いね。あー、なるほど。うわ、ずるいな。これはいいね、これ歌いたかったわ。 R&B で行かせていただきます。いということでね、僕先手 R&B ということで、おい、僕の選曲はこちらです。久保田敏信さんのラブレイン。うわ、いいね、行かせていただきます。超好き。いくよ、俺行けるよ。So
さあ、95はいくんじゃないのかな。さあ、来たよ。おっ、やったー、出しゃーすげえ、しゃー、マジやばい、ありがとうございます。そういや、でもすごいわ。 R&B が強かったね。強かったね、僕ら。そう、ずっとそれで育ってきたから。では、じゃあお兄ちゃんいきますか。はい、じゃあお願いします。ルーレットスタート。さあ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 、くるよ、くるよ、くるよ。おお、オリジナルだ。これでもさ、めっちゃいい勝負になるかもね。よっしゃー、じゃあやるぞー。ということで、僕はオリジナル曲歌っていきたいと思います。よっしゃー。お兄たんは鈴木鈴木から枯れそうな恋を、お、歌おうかな。じゃあやってみます。いきますか。はい、枯れそうな恋、ポチッ。よし、え、これさ、アカペラやばくない？さあ、来るよ。いいね。枯れそうな恋、ギリギリな愛、もう届きそうにない。素晴らしいじゃん。わー、タイミングバッチリ。音ないのに、クリックなし。よっしゃ、行くぞ。青春は過ぎる、社会に溶け込んで、青は待ちきれずに時計も気にして、あの頃は歩幅合わせたのかな。今の俺らじゃ手も触れない、君の長い髪に匂いも風は連れてく。なんとかもつれそうな人だ。
行くかな。これはちょっと予言しとく、負けますね。僕多分93だと思います。いやだってミュージックちっちゃいもん最初。オリジナルですから、オリジナルですからね。最初ミュージックちっちゃいもん、全然聞こえないもん。いいっていいって。さあ来るよ。さあおっおっと、はい、あま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 あ、はい、ありがとうございます。これはせいやがうまかったね。97俺一つだけ言わせて、カラオケで点数取るちょっと仕組みをね、持論なんだけど、はい、トムこう歌う、はい、このマイクに直接って、うん、俺これやめてんの実は。え、俺らってさ息結構入っちゃうじゃん。そのせいでさ一発目とかさ当たんない時あるの。うん、だから俺ここで歌ってるよ。なるほど、鼻タイプだ。そう、なるほど。じゃあ次からやっていきたいと思います。これはコツです。ちょっとした第1回戦で僕の勝ちです。ありがとうございます。早速じゃあルーレット引いてもらいましょう。はい、じゃあいきます。苦手なのはルーレットスタート勝ち。さあ何が来るか、何が来るか、何アイドル、アイドル。これはまあでも得意な方なんじゃない。まあね、ほんなら決まりました。続いての曲なんですか。僕はこちらです。スマップさんの夜空の向こうで。ナイス、思います。いい曲だね。大好きですよ。気持ちいいよこれ。僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうには明日がもう待っている。これですか、スマップさん。夜の風が吹いた。君が何か伝えようと握り返したその手は僕の心の柔らかい場所を今でも慣れしめつける。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。窓をそっと開けてみる。冬の風の匂いがした。悲しみっていつかは消えてしまうものなのかな。ため息は少しだけ白く残ってすぐ消えた。素晴らしいスマツペ。でも加点が低いよ。これ加点低いよ。転調するっけ、しない、わかんない。歌ってからお楽しみ。一個あげていいかな。もうこれで決めたらこれで決めたいよ。歩き出すことさえもいちいちためらうくせに。いいよ。つまらない常識など潰せると思ってた。君に話した言葉はどれだけ残っているの。僕の心の一番奥で空回りし続ける。あの頃の未来に僕らは立っているのかな。全てが思うほどうまくはいかないみたいだ。このままどこまでも君は続く。
ちゃう。何点だ。さあ、よし、ありがとうございます。素晴らしいです、せいな君。やばいよ、これ俺バラードしかないと多分負けるぞ。高得点勝負やな。では、お兄ちゃんの言ってください。ルーレット、はい、始めたいと思います。はい、ルーレットオン、スタート。さあ、さあ、さあ、何かな。あ、終わった。終わった。最後、お兄ちゃんはロックでーす。別にロックが嫌いとかじゃなくて、歌いにくいんですよ、僕。そうだね。あー、マジか。いや、地味に隣バラードだったからね。悔しいね。惜しいね。うん、ということでね、お兄ちゃん。はい。何ですか。こちら、みんな大好きマカロニ鉛筆のヤングアダルト。ナイス。いや、素晴らしいよ。起きた。パパパ夢を One, two 夢を見失った若者たちは希望を求めて文学校の肌まだ汗まみれのスマートフォンを握りしめて詩を書き溜めるハロー絶望こんなはずじゃなかったかでもねそんなもんなのかもしれない僕らに足りないのはいつだってあることじゃなくって愛情なんだけどなああ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 あ全てを捧げた大事な恋は時間をかけて砂にあったいつかはもしかしたらってそのインターホンに尻尾振ることもなくなったハロー絶望こんなはずじゃなかったからでもさそんなもんなんだよきっと誰も知らない優しい言葉であの子の僕を殺せてたらな夜を越えるための写真機の記憶
なマジで熱い 12.1 キロカロリーだってこれ。はい、ということで採点なんで、おーっとはい、お兄ちゃん 90.487 イエーイ。これはね、確実に歌いにくい曲だったんですよ、彼は。これがジャンル対決。いや、ほんとそうよ。しょうがない。うん、今回は僕の惨敗ということで、はい、ありがとうございました。俺、2連勝。2連勝。あ、そう、今回のジャンル対決、はい、勝者この弟、イエーイ。ということで、皆さんもね、ぜひカラオケ行ったらちょっと楽しい遊びになると思うので、友達といるときはちょっとね、ルーレット使って採点バトルするの楽しいんじゃないかなということで、ぜひ真似してみてちょ。それでは、皆様バイ、さよなら、バイビーのー、俺の負けだよ、ら